西武平、FA 宣言しますよそりゃ。昨シーズンオフに今シーズンからの先発転向を球団幹部に直訴して認められた西武ライオンズの平良海馬が、今度は自身の YouTube チャンネルでの発言が大波紋を広げている。将来的に FA 権を取得した場合の扱いについて聞かれ、強い口調で、宣言はするでしょ、取ったんだから。取って宣言しない人いるの？いるか。いなくない？取って宣言しない人？と答えた。FA は必ず全員するものでしょ、発言が西武の選手らしい回答だわ。したら、給料上がるのにしないとかバカじゃん。どこで取ってるんだよ。有給は使うでしょそりゃ、みたいなニュアンスだろ。別に、宣言したから出ていくとは誰も言っていない。なお西武。別に宣言すること自体は選手の権利やからね。西武だと宣言したら残留はまずないってだけで。木村翔吾、せやせや。おかわりも栗山も宣言残留やろ。伊能も持ってたら使わなきゃ損みたいなこと言ってたな。西武やしな。そらしいやろ。西武なら当然みたいな風潮やめてくれよ。FA まで残ってくれるとか成人か。目先の金より西武罰を選ぶやつもおるやろ。西武罰、楽天。先輩方がルート作ってくれてるし乗るだけや。残留するにしても再契約金とかあるんやろそらするよ。てか年俸跳ね上がるんやから成績残してたら普通はする。ポスティングしない宣言だからむしろ優しい。平はしっかり実績残していきそうだからまあ送り出せるやろ。西武はエースが出ていく球団。エースだけですかね。そもそも MLB 志望やろ。宣言して残ったおかわりとかもいるから。FA 権取った選手全員に逃げられて悔しい悔しい。